おはようございます。やばいよね、虫がやばい。ムシムシしすぎてやばい。昨日お疲れ様でした。ありがとうございます。ムシムシの暑さの方がでも絶対的に嫌いやから、本当になくなってほしい。湿度高い。うん、しかも今日曇りやからさ、余計ムシムシするよねっていう。雨より曇りの方がムシムシするのなんなんやろな。なんか雨はさ、まだ寒さがあるからさ、虫がマシやけどさ、なんか、ほんまに梅雨どこ行ったってぐらい雨降ってないよね。さっき見た朝配信で、私、あ、昨日か、そう、今そのコメント読んでさ、今だもう大丈夫なんかなって思ったらさ、今なんか通知来たからびっくりしたけど、昨日のこと。土日は雨やったよ。でも月火は降ってなくて、なんかその3日間だけやったやんか。昨日は最善対応した。ほんとびっくりした。しかもさ、ど真ん中やったからさ、びっくりびっくり。日曜日関東は何雨？滝雨やられた。もうブワーってこと？やばいね。土日はね、あの、その大阪はあんまやったんですけど、あんま嘘かもね。え、じゃあ昨日か、一昨日か、月曜日も、うん、じゃあ昨日日曜日か、日曜日はあれやね、夜がやばかったね。うん、だって日曜日か。日曜日も雨、夜が雨やばくて、それで
それだから土日、金土日、木金土日ぐらい、その4日だけ雨めっちゃ降ってたけど、そんぐらいやね。でも言うて、おはようございます。なんか夏に雨降られるとさ、やばい、ジメジメプラス夏の暑さが加わってさ、普通に嫌だからやめてほしいよね。何事も出れます。また明日頑張ってください。ちゃん大丈夫かな、あみちゃんも大丈夫ね、あみたん今大丈夫ですか、配信やってるけど。今年は熱帯夜が多くなる見通しらしい。暑い夜ってこと、わお、それも寝よ。温暖湿気候の辛いところね、四季あんのはいいけどさ、梅雨あんのはやめてほしいね。あみたん声出てた、あ、よかったよかった、だいぶマシになったのかな、昨日より。熱だけど咳が広かった。うん、ね、なんか最近の風邪とかな流行ってるらしいしさ、またそうやけど、そう、北海道だけ梅雨ないくて、それを最近学校で習ったけど、ほんまにちょっとやめようかな、ちょめっちゃ舐めてね、喉。あめちゃん。咳引く梅雨行こう帰ってき、そうやねんな。あの、つまり北海道に行こうってことですね。そう、北海道は G もいないし梅雨もないし。雪はまあ知らない、知らない。その分雨が、雪やったらさ、ジメジメしないやん、寒ってなるだけやん、だからオッケー。しかも雪は冬しか降らないしね。マジムシムシ、本当にやばい。北海道は七夕、え、そうなん、え、全国共通じゃないんだ。全国7月7日やと思ってたけど、北海道だけ8月7日ない。ウェルカム北海道、ね、北海道はさ、いくらがある時点でもう嬉しいし、梅雨がないっていう時点で最高やし、雪虫とかあるんや、北海道。車にボンボンぶつかって、へえ。おはよう、仕事行ってきます、いってらっしゃい。アミはあれ、あの北海道の札幌とかに住みたい。
かいな方に住みたい。ちゃんとデートの見て最高でした。よかったです。しかもさ、北海道だとさ全体的に涼しいじゃん。夏涼しいじゃん。だからもう冬はもう夏涼しいのがいいんよな。冬はもう寒かったら着とけって話じゃん。でも夏はさ、もう夏暑くてもさ、脱いでも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 さ暑いからさダメだよね。やたこ焼きが食べたくなるよね。札幌は、うん、札幌はね、劇場に通う頃の、じゃあ前見はあれかな。最近北海道も30度。へえー、すごい。まあでもほぼ毎日30度ぐらいの大阪と比べたら涼しい方なんかな。東京とかもやばいよね、気温本当に暑い。大阪と東京がやばいよね。涙が。ね、マジクーラーから離れられへんよね。もう暑すぎてさ、クーラー直で当たってもさ、なんかもう風邪ひかへん気がする。やばいから。埼玉も暑いの。群馬も暑いの。関東が暑いのね。つまり長野とか確か、あー長野ってさ、スキー場とかもあるしね。岐阜とか長野でも梅雨がないのがいいね、あやみは。だから北海道に行く。うん、大阪はね楽しい。ね、クーラーがないと猫ちゃんがもう熱々になっちゃうから、お家は常につけてます。日本の最高気温が記録されるのは関東。あー、やっぱ関東が一番暑いんかな。北海道いいよ。夜は窓開けたら寒いぐらい。じゃあもう夏とか窓開けまくろ。あ、でも猫ちゃんとか動物飼ったら無理か。うん、北海道の土地が安いところに住んで、土地が安いけどできるだけ都会の方に近めのところに住んで、大きいお家買いたい。熊、あー熊出るのね。そうやって札幌とかも熊出んの。札幌に住みたいの、あやみは。恐ろしいね、怖いね。最近さ熊のニュースって多くない？なんかちょっと見たんが今配信なみちゃんありがとうってめっちゃ言う。全然体休めとね、休めてね。困ったほんまに、それはほんまに困っただよね。クマ増えると怖いよ。でもできるだけさ
大きい熊、あ、ちょっと大きい被害がなければいいけど。お、341日。25ですな。え、22も消しちゃう。はい、ではいきます。違う、間違えた。いきまーす。13位オーナーフィットさん、ありがとうございます。12位タカトモさん、ありがとうございます。11位ナルさん、ありがとうございます。10位マツくんさん、ありがとうございます。9位ヒロポンさん、ありがとうございます。8位ジョーさん、ありがとうございます。7位トツニーヨンさん、ありがとうございます。6位ヨッシーさん、ありがとうございます。5位ヨロシキさん、ありがとうございます。4位タカマサさん、ありがとうございます。3位デカマジビトさん、ありがとうございます。2位キビダンゴさん、ありがとうございます。そして1位は花山さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は羽山さんでした。貴重は25ですな。火曜日羽馬さん、アバターが、あ、鹿児島県だ。鹿児島県ちゃうわ、どこや。鹿児島県か、さつまいも、さつまいか、鹿児島か。鹿児島県行きたいのよね、あみちゃん。さつまいもが食べたい。え、このミニブタちゃんかわいい。横にミニブタちゃんいるのかわいい。チュッチュッ、ヨン、キューティー、キューティーからだ。キュートすぎる。ちっちゃいのってかわいいよね。猫とかもさ、うん、猫はどれも可愛いけど、そう、ちっちゃい豚とかがさ、めっちゃ可愛いよな。ちっちゃい豚好き。あやみのアイシャドウ、あやみの持ってるアイシャドウのさ、イラストもちっちゃい豚やし。うん、書けました。ユニバの桜島、それは大阪。はい、ではじゃーん。今日の1は羽山さんでした。ありがとう。やっぱ動物描くのが上手になったかもしれないですね。はい、ありがとうございます。1は羽山さんでした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日もありがとうございました。そして明日の配信も同じく7時からなので、よろしくお願いします。バイバイ、ありがとうございました。